吉田拓郎です。毎週金曜日のオールナイト日本ゴールドは、週替わりのパーソナリティでお送りしています。今週は吉田拓郎です。えー、メール、広ロ広ヒから CD ジャケットを見ましたえ。大変失礼な話ですが、私も、ああ面白かったの、た、これはうーん,んと思いました。二画目の縦棒が長すぎるんじゃないかと思ったんです。えー 他のね、このボールね、二角目ね、うん、長すぎ、確かに長い。で、でもなぜか、この他の前のちっちゃいつとのつながりが非常にうまく取れていて、全体のバランスからすると非常に収まっているというふうに感じました。そこまで考えての他だったのではないかと。さすが堂本光一君というふうに感じました。 ひろみちゃん。ね。あの、いやーね、僕もね、あの、う小市君っていう人はね、あの、本当自分でもね、あの、俺、拓郎さん、あの字も絵も下手なんですから、って言ってい、言ってるんですよ。正直に僕にね。ほいで言ってましたし、で僕もあ、ずっと前ですけども、彼の書いた字とかをね、見たことがあって、あの、番組中に。で、まあ、 あの、下手っていうのも言い過ぎ、言い過ぎかもしれないけど、だけど、だからってうまいな、味がっていうほどでもないかなあ、というふうに僕も思ってはいたんですけども、あ今回、あのね、あの、現場でね、パパパーってスラスラって、じゃあ、こいち、ちょっと頼むね、と言ったら、いいですよ、つってう、ボールペン持って、パパパ,パって、マジックでこう、書いてくれたスラ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 って書いたんですよ、こいち君が。ね。で、それを見ててね、あれ 小一、あの、お前あの、字上うまいんじゃないのって、本当に僕も、なんか、あの、初めて知ったような感じで感じたんです。うまいんじゃない君、なんか、スラスラスラさらってやっちゃうから、あっさりとね。で、あっという間にね、その場でこう、書き上げちゃったから。 あれうまいんじゃないのって感じましたよ。でね、出来上がったこう、字体をこう、ジャケットにはめたりして、デザインをやってくる篠原と也なんかといろいろこう、大きさの字の大きさどんぐらいがいいかとか、いろいろやってるってね。でも、こう、見てやって、今見ると、今度はこの、この高一が書いた、ああ、面白かったっていう、この字の、なんて言うんだろう、この持つ、インパクト あの、輝き。これはもう、この字以外じゃダメだったっていうふうに、すら僕は感じるようになっちゃって、この、どうもとこうくんにこの大事を書いてくれって頼んだっていう、これは大正解だったなっていう気がするんですよね。非常にこの、ああ、面白かったっていう字のバランスが、逆になんかこう、個性があって素敵なんじゃないかっていう。だから僕に、 吉田拓郎っていうこの変なお、親父にぴったりなんだね、本当に。孝一わかってるなっていう感じが、やっぱり、やっぱり、俺の大好きな孝一っていう感じがするんだよね。今更ながらなんか、あの、どうもと孝一の愛情を感じるっていうかね、あの、彼にお願いしてよかったなっていう気持ちに、ありがとうって言いたい気持ちがいっぱいですよね。あの、昔からね、あの、日本の古い言い伝えで、 あるじゃないですか。ノーるルタカは爪、爪を隠す。ノーるルタカは爪を隠すって言ってね。あの、本物っていうのは人前にはその実力とかいうのをね、えー、そういうのこう、能力をっていうのかな。そういうのをこう、見せない。隠してるものなんだっていう、まあ、ことわざだと思うんですけどもね。これ、ドームと高一君が言う実はこの人の、この個性的な字っていうのは、うまいっていうふうに、今や僕は、感じておりますけどもね。それから、えー、も,も からのメールは、えー、吉田拓郎様あ、いつも楽しく聞かせていただいております。ところで今回待ちに待ったアルバムですが、えー、一番作成までに時間がかかった曲というのはどの曲だったんでしょうか。えー、その理由とかあったら教えてくださいということですが、もうそもそもね、それがあの今回は本当にあの僕もあ自分でも信じらんない出来事っていうかな、どうしちゃったのお前って自分に問いかけるぐらいね、 曲もメロディーから詞、詞を書こうと思ったりする、あそういうなんかメロディーとか作詞とか、なんかデモテープを作る段階でね、打ち込みのこうソフトにこう向か、機材とかに向かうと必ずね、あの本当にスラスラスラって頭にこう浮かんでくる、うん、来たんですよ、今回。本当不思議な、不思議なんです。自分でもわからない自分が。なんでこんなに、 あの、できるんだろうっていうぐらい浮かんでくるんです。詩が浮かぶ、メロディーが浮かぶんです。で、それがなんか、うん、どうしよう、ええー、っと、ここに詰まったな、参ったな、とかいうふうに、普通僕は悩んだりして詩を書いたり、メロディー作ったりしてたんだけど、今回はこの言葉のフレーズとか、歌のメロディーとか、こういうのがもう,う、ぐん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 こう、頭に浮かんでくるっていうか、あの、出てくるんで、唇に浮かんでくる。 あっという間にワンコーラスがバ,バババーってできちゃって、そのままこう2コーラス目に入って、また止ま,止まっちゃって悩むんかなと思ったら、ええー、スラスラスラって出てきちゃうっていう、あらできちゃったっていう感覚で、あら見てたのねっていうのがあったけど、<laughs> あらできちゃったっていう感覚でしたね。全曲。随分、あの、以前になりますけどね、竹内マリやアが、あの、僕の番組をゲストに来た時にね、 あの、タクロ郎さん、曲が降りてくるっていう感覚がありますよねっていう話を彼女がしてたのうあってね。で、あの、盛り上がったんですけども、そ確かにね、今回はこの全曲がね、降りてきたっていう、どっから来るのか知りません。僕にもわかりませんが、なんか降りてきたんじゃないかなっていう気がするんですよ。まあ、まあ、すべてがあの、今の僕を取り巻く環境っていうのかな。あの、僕にとっての、 まあ言ってみりゃ、あの、贅肉とか無駄な気遣いとか、ああ、そういうのをすっぱりこう整理しちゃった人生を今送ってると思ってるんで、その結果、あの、そういうことをすると寂しい人生になるんじゃないかと、あの、寂しくなるんじゃないかっていう心配事っていうのが、まあ多少はあったような気もするんですけど、逆だったです。僕にはね、全然そうじゃなくて、そのすっぱり整理したことによって、心がこう逆に豊かになっちゃってね、 あそういう気分がとてもなんかハッピーで、あの今クリアで、あの、青い空のような気分になったんですよ。でそこが良かったで。そういう、そういう状況でいる僕を、まあ、例えば近畿キ k i の二人とか、えー、女優の直緒ちゃんとか,か、篠原智也さんとか、えー、小田和正君たちが、まあ、みんなが心を開いて受け止めてくれて、いろんな協力をしてくれた。 あの、それから音作りの方で言えば、ギターの鳥山祐二や、キーボードの竹部里氏が、まあ、全力で、あの、取り組んで、で、これまでとは違うアプローチで、え僕の作りたい音楽っていうのに、あの、トライしてくれたという。で、これはあの、バンドセッションの時と違って、僕がいっぱいデモテープとかを彼らに聞かして、で、いろんな注文をいっぱい出しました。リモートとは言いながら、あの、これはあの、え付属の DVD を見ていただければわかりますが、 いろんな注文を出したのでそれに対して、えー、竹部と鳥山が非常に真摯に取り組んでくれたという結果もあると思います。そういうなんかあらゆることが今の僕を、こう、愛がいっぱい、えー、そういうのを受け止めてくれた、その結果なんじゃないかという、えー、そういうふうに言うしかない。まあ、それが一番正しい説明の仕方かなというふうに、今思うんですけどもね。えー、そういう素晴らしいあの瞬間というのをサポートしてくれた、 そういう、先ほど言った人たち、そういう人からスタッフの方々、皆さんに心からですね、僕はありがとうっていうふうに言いたい心境でおります。本当に、あの、ありがとうという気持ちがあ、心の中にあります。えー、さて、えー、今月の、今夜のこの放送、えー、2年間、約2年間僕はあの自宅で、えー、自分の仕事部屋兼、えー、ベッドルームで、 え、宅録をしながら、自宅録音しながらお送りしてきましたが、え、いよいよ、来月の放送からはですね、え、以前のように日本放送のスタジオに戻って、え、番組を、日本放送のスタジオで収録したいなと思っています。え、というわけで、え、今回が、長かったけどよくやったな本当に一人っきりで、え、台本とか何にもなくて、 思いつきでここでこう箇条書きしてあるものをメモを見ながら喋って2時間を作るっていう自分でこれ全部作ってたんです。編集もしてね。あのもちろん日本放送に渡して時間の編集とかやってもらいますけどもね。この2年間続いたんですよ。よくやったなって自分我ながら思うけどもね。あの、11時になったらカヨさんも叫んでくれてね、毎回ありがとうございました。2年間自宅でやりましたが、いよいよこれも今夜が、 えー、最後の自宅録音ということになります。今夜も、えー、自由気ままにやっていきましょう。吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド。<music> えっと、メールを読みます。えー、知恵38歳。 卓郎さんはじめましてビリヤードのトーナメントプロをやっております青木千恵と申しますビリヤードのトーナメントプロいいなビリヤード懐かしいな長い間やってないな、まあ、あんまりうまくはないけど四つざまとローテーション感あるんだよねローテーションは得意だったなどっちかってうと四つざまは苦手なんだけどなあのないやよくやったよ学生時代とかねかっツアー 全国ツアーで回ってる頃ね、あのあ全国ツアーの話とまた後でするけどねあ、ビリヤードね、トーナメントプロですか。へ青木千恵さん。中学生の頃に拓郎さんにハマって、拓、え、郎、ー、ファンの方々の中では、えー、まだまだ浅いんですけども、ファン歴25年ほどになりました。25年いて、もうファンでいてくれて十分だよ。拓、え、郎、ー、さんは覚えていらっしゃらないかもしれませんが、20年くらい前の、えー、全国ツアーで、 愛媛の松山市民会館の一番前の席で、えー、舞台袖に履けている拓郎さんを呼び続けまして無理やり手を振らせた女子高校生がおりましたそれは私ですその説はご迷惑をおかけしましたそんなことあったっけえー、舞台袖に履けている僕をこう「拓郎拓郎」ってよ呼んだのかな一番前でねえ一番前の席だっていうこと で、無理やり僕に手を振らした女子高生が私ですもうか女子高生に弱いから <laughs> 親父だったら手を振んなかっただろうけど <laughs> ねえそんなことがあったのは愛媛県の松山市民会館ね懐かしいねあの会場はよく覚えてますよあのそれよりもね、ずっと以前ですけどもね、まだあのフォークソングが初期の頃かな 何組かのこのスインガー、フォークスインガーっていう人たち一緒にあ,あの集まってね、コンサートやってる頃、松山に行ったんですよ。松山市民会館でした。ところがあの僕がね、ステージでリハーサルやってる間にね、僕の愛用のギターのね、えー、確かマーチンのデーの35だったかな。あのー、マーチンの35を愛用してたんですがライブではね。それがね、 あの楽屋から盗難に遭っちゃってね愛用のギターが消えちゃったんですよ、楽屋からそれで本番にギターがなくてね誰かがね楽屋に、ね、窓から入れるんだな松山市民会館、あの頃は。うは、ん、それでね夏だったな窓開けっぱなしだったんだよねでギターが盗難に遭っちゃってねで誰かが楽屋から窓から入ったんだろうなで僕のギターは持ってっちゃったんだと思うんだよなで僕はギターがないからね一緒にコンサートに出ていたね あの当時の女性シンガーでいたんですけど小野和子っていう人がいてねあのその人のギターを借りてそれでステージやったっていう思い出がありますよ松山市民会館まあ,あの後日ねこのギターは無事に帰ってきたんです僕の手元にねだから、えー、何があったのか分かんないんですけどあの会場を忘れられ好きだよ俺あのねあの愛媛県っていうか松山市民会館とかあそこの町の,あの電車が走っててさ それで、松山城があるんだよなすぐそばになあの会場のあの環境好きだな松山は特にあの、デュークっていうね、イベントあの社長前社長のね、宮垣ってやつとよくあの、2人でお酒飲んだりして楽しい夜がいっぱいあるんだ四国にはね懐かしいなそれで、えー、本題なのですが、えー、冒頭に言いましたように私はビリヤードのプロをやっておりますで試合の前はやはりなかなかすごい精神状態となっております そううでしょうね緊張してねそんな時に聞くのがおすすめの曲というのがありましたら教えていただけたらと思いメールをさせていただきましたそういう時にねあの僕の歌はダメ僕の曲はねあの緊張してしまう歌ったりあの鼻歌で歌っててもねなんかこのこれ余計緊張の度合いが増しちゃうから僕の曲は向かないです こういう時に向いてる曲はねこういう時に向いてる曲はもう俺のお箱っていうもう知ってる人は出たって言うけどね生きてる限りはどこまでも探し続ける恋ねぐら傷つき 汚れた私でも骨まで骨まで骨まで,骨まで愛してほしいのよ <laughs> こんな曲を歌って緊張を解きほぐす人っていないと思うけど僕は よくね、ライブ、あの、ステージ、袖でね、ギ,ギター方にこう、袖で、時間待ちしてる時にね、あの、よくこうやって歌ってるよ、いつも。いい気、いいテーって歌ってるんだ <laughs> これ一番なんか、骨まで愛していかな、なぜか僕の場合は、こう、あの、緊張がなくなる。えー、これ限りますね、えー。参考になったかどうかは別物です。えー、さて、 えー、今月の1曲目お送りしたいんですけど、いよいよ29日、発売日が近くなりましたが、えー、アルバム、ああ、面白かった、あの中から、えー、まず1曲目、今日は1曲目なのにアウトロを,をかけようと思うんです。で、えー、この曲、前回もおーおーオンエアしましたが、えー、この曲、最後の部分に、えー、僕がその場での思いつきでボーカル入れてるときにやった、あの、おたけびが入ってるっていうことを皆さんは、 まだご存知ないと思います。実はこのおたけび、つまりシャウトが入ってるのを今日は気を気がついてもらいたいというんで一曲目にかけようと思います。あの CD に付録で付いてるドキュメント DVD、DVD が付いてますが、その中に録音風景の場面とかが出てきます、えー。今回のアルバムには、そういうなんかこうアドリブ的なシャウトとか、ハミングとか、 え、それから僕が自宅で作ったデモテープのそのまんまのボーカルがそのまま生きてたりとか、いろんなそういうのを活かしたり、いろんなあのアイデアを総合してやってます。え、いろんなサプライズみたいなものが盛りだくさんになっているアルバムでもあるんです。それ特徴の一つです。で、皆さん、皆さんこう曲を聴きながら、あ、これって自宅かなって思えるようなものが、よく聴いてるとあります。そういう意味でも楽しめる場面が、 多い録音になってるんです。だから、えー、口笛とか、口笛も入ってますね。から、口笛はあれはね、スタジオじゃなくて自宅だな、多分。うん。から、ハミング、うーふーとかやってるのが入ってたり、これも多分自宅の、ここで今こうやってる、この環境で入れたハミングなんかも生きてる。鳥山くん、これ活かしましょうよってやってくれたりしててね。まあ、自宅録音ならではの、ならではっていう感じの雰囲気がこう、いい効果音になっちゃっててね。 の音楽を盛り上げてるんですよね。えー、そういう中で、この、えっ、ー、と、これからかける、えー、アウトロ、これには、後半の部分に、一瞬、二瞬かな二回ぐらいかなおたけびが入ってるんです。このおたけびをやってるところは、えー、DVD を見ればわかります。あ、ここで入れてんだっていうのが入ってるんですが、さあ、こうやって、えー、ラジオで聞いててわかるかどうか、えー、二回ほど、 叫んで、シャウトしてますが、えわ、ー、かるでしょうか今日の一曲目は、アウトロー。さて、来月から、自宅録音ではなくて、日本放送のスタジオに戻りますので、えー、まあ、ちょっと気分でですね、自宅でやってると、 あの、その時の気分で、こう、引き出しの中とか、引き、あるいは難度の、えー、押し入れの中、押し入れはじゃないか、<laughs> なんだ、何度えー、とかあげて、なんかそこからこう、引っ張り出してきて、音源を、で、なんかデータとか出してきて、え、これちょっと書けてみようかとかいう、なんかこう、思いつきでなんかでやるってことはもうできなくなるわけで、今日が最後になるわけですが、えー、今日は、 あちょっとあの、これ聞いてみようかっていうのがちょっとあるんで、それも、あの、これからちょっと聞いてみたいなと、皆さんと一緒に楽しみたいなと思うんですが、あの、例えばあの、僕が、え、お付き合いがあった作詞家の方々、え、僕はシンガーソングライターって、下も書き、曲も書き、アレンジもやりますが、え、僕は、まあ、どちらかというと、シンガーソングライターというよりも、ミュージシャンとして生きたという、え、自分では、 え、自負してるんですけども、え、アレンジとか演奏とかも、えー、他の方々とはちょっと違うように僕は、え、思うぐらい自分で、え、楽器を弾き、アレンジをしたりして、アンサンブルを作りましたので、えー、さてそういう中でも作詞家の人たちの付き合いがいろいろありましたが、共作をしました。だから、えー、詞を、僕だけが自分だけの世界ではなくて、えー、いろんな人が、 えー、いろんな世界を書いてくれる世界観がある、そういう詩を求めた、えー、こともあって、いろんな人に詩を提供してもらって、曲をつけました。えー、皆さんがよく知ってるのでは、まあ、岡本治北条誠、松本隆カンチンファー、あたりでしょうかね。あの、一番たくさんいろいろやったのはね、えー、まあ、石原慎一とか、ああ、それから、森行之城ともやりました。 えー、しかしまあこれは男性の方々が、男性作詞家の方々ですが、女性の方ともいろいろ組みました。あのー、男性とはやっぱり違う、そういう視点というのがありますし、以前に安井和美という僕、まあ、親友というか、えー、大尊敬しちゃった、それから非常に好きだった女性作詞家がいて、 え、その、安い和美からいろいろ言われてたことに、気がつかないうちに男の人は男目線っていうのを作り上げてるから、え、詩にもそういうのが反映されてて、それは私はとても気に入らないっていうふうなことを強くおっしゃってて、とても納得できるところがありました。だから、僕が知らないで歌っている曲なんかにも、彼女から言わせると、これってちょっと失礼じゃないっていうのが何曲かあったそうです。 えー、ま、あえて言いませんけども、えー、僕も、なるほどな、という、彼女の言い分、えー、女性視線からすれば、目線からすれば、それは失礼だったのかもしれないという歌詞も、えー、あったと思います。で、えー、そういう女性からやっぱり違う視点で書いてもらう詩というのも、とても、なんか僕は、逆にハッピーな気持ちになれるというんで、例えば、あ、アギヨようが作ってくれた、え、トントゴブサタっていう曲なんかは、とても大好きです。 あ素晴らしいあの日常を描いた、えー、歌だと思うし、よくステージでも歌いましたし、大好きな曲です。えー、それから、えー、まあもちろん古くは春だったねを書いたのは、えー、アマチュアの田口俊、えー、子さん、よしこさん、どっちが正しいのか、そのことすらも僕はわかんないからお付き合いもないし。 えー、とにかく、深夜放送にメールをいただい、メールというか、はがきをいただいて、そこに書いてあった詩を、に曲をつけたということなんで、でも、まあ、女性の作詞ということですね。それから、えー、線香花火というのもお、古谷信子さん、それで正しい読み方なのか、こと、それすらも僕は詳しくわからない。お会いしたこともないし、お話したこともないけども、これも、はがきかな。 ににに書いいてあっったた詩にメロディーをつけたという、まあ、歴史的なな存在になっておりますがこの二曲ともね、こういう女性目線のとても素敵な詩だと思います。えー、まあこのお二人とはラジオを通じての共作ということになりましたので、まあプロの作詞家というわけにはじゃないんだと思うんですが、今夜はそのプロの作詞家というジャンルに絞ってみて、白石アリスという人の作品をちょっと紹介しようと思うんですが、 こう白石アリスって言うと、まあ、吉田拓郎ファンの人はすぐ、おとぎぞうしというふうなイメージが湧くのかもしれませんけれども、えー、それはまあそれとして、それは僕はさほどではなくて、えー、白石アリスっていうのは僕に言わせると、実はこの人は、あの、まあ、いわゆる流行り歌、歌謡曲とかいう感じの作風を得意にしてったんじゃないかと僕は、あの、当時から思っていて、 で、だただ彼女を取り巻く環境っていうのが、どうもなんか当時フォークソングっていう人たちが彼女の周りにはいっぱいいたような気がするんですね。だからそういう人たちのリクエストに応えているうちになんか、なんかそっち寄りの曲を作るようになったのかな。だかむしろ僕なんかはそっち寄りじゃなくてこっち寄り、どっちがそっちでこ何がこっちなんかわからんけど、こっち寄り、拓郎寄りの方の詩をいっぱい書けばよかったのになって、僕なんか白石アリスっていう人にはそういう気が。 するんだけどもね。あのー、まあ、伝統的な歌謡曲っていう感じのものがあっていたような気がするんだけど、あの、どうもなんかフォークソングっていう人たちの付き合いがあったんだろうな。あのー、素敵なのは夜っていうのね、あのー、えっ、ー、とー、僕の見立てたドレスにだっけ僕、僕、僕の見立てたドレスに着替えた君は、 いつもながらの素晴らしさ少し眺めていたいけど泣きしめてるちょっと違ったけどこの素敵なのは夜っていうの大好きだよね俺白石アリスが書いた詩だけどロマンチックだなと思うんだけどこの一連の中でねあのソファーのくぼみっていう詩が あったんですね。で、これがすっごい俺は好きでねロ、ロマンチックでいいなと思って。であ、あの頃ね、今と違ってね、その音楽史上に8分の6拍子っていうのがあったんだよ。今はないんだよ、これ。ロッカーバラードって日本では言うんだけどね。これ、これね、えっと。う、海は素敵だな。だっけだっけだよ。<laughs> 海は素敵だな。 してるからさ誰も知らない真っ赤な恋を海が照れてるぜ白いしぶきあげてえくぼの 海は,海は恋してる。なんでこの曲が出てきたかはわからんが、とにかくこういうなんかね、八分の六拍子っていう、いわゆるね、あの、なんていうんだろうな、えっと、リズムでいうと。こういうね、三連。 えこういう八分の六拍子っていう曲があの時代にはいっぱいあってでアメリカからもいっぱい入ってきて大ヒットしてたんだけど今の時代はですね、ないんです。八分の六拍子聞くことはまずないです。 ああ、これやっぱりあの、例えばラップとか今はね、中心になって、ヒップホップな音楽が、えー、そういう音楽家が中心ですからね、若い人たちの間では。やっぱりこれ8分の6ってのは、かったるいのかな受け付けないのかなこの8分の6が大、OK、きな時代だったんでね、さっきの、あの、海は恋してるとかを歌ってる頃。だからソファーのくみっていうのはね。 だから僕はこのソファの子をっていう歌詞をもらった時に迷うことなく、これはまあスイートな感じで甘ったるいメロディをつけようと思って、すぐに自宅でデモテープ作ったのを覚えてるんですけどもね、まあ詞と曲とがバッチリ、こうハマって一曲だったというふうに思ってますけどもね。これ最初、あの東京キッドブラザーズっていう劇団にね、あのゲスト出演してたテレサのだっていう女の子。 に歌わせようつんで作った曲なんだけども。まああの、今だから言うけど、まあこのテレサ野田ちゃんっていう、のだちゃんっていう、テレサ野田さんっていう人が、まあはっきり言って、あんま歌が上手くなかったんだよね。歌がね。だからあの、いろいろとね、あの、現場でね、工事したりして歌、歌あの、レッスンしたんだけどね、まあ、まあ限界だな、これがっていう感じでね。 だからまあ思った通りでやっぱ売れまか、売れなかったんだけどさ、全然売れなかったんだけど、あのいい曲だったんですよ。で残念だなとは僕思ってた。いい詞だしね。から僕のあのデモテープのアレンジも良かったし、だから曲の雰囲気はすごい良かったんだけど、ちょっとボーカルがいまいちだったかなっていうのはあってね。それからまあ月日が流れて、なんとまあ僕としてはその、え、当時はね、あの頃はあの、え、世の中キャンディーズ派か、 あピンクレディー派かという、あの、<laughs> そんな分け方があった平和な時代だけどね、あの、キャンディーズ派かピンクレディー派かっていう感じで言うと、僕はまあ,あ、どっちかというとキャンディーズ派だったわけで、あの、まあ、ピンクレディーさんとはお付き合いがなかったんです。で、キャンディーズさんとは、まあ、曲を作ったりする、あの、こともあったりして、よくあの、話もしたりしてましたが、えー、キャンディーズは、まあ、ラジオに何度かゲストで来ましたが、 ピンクレディは、僕がやってたオールナイト日本に一度だけ来たかな。あの、ゲストで来たけど、なんかあんまり息統合っていう感じじゃなかったな。なんだろうな。なんかやっぱキャンディーズ派だったのかな、俺が。<laughs> ピンクレディとなんかこう、打ち解けられなかったのかな。ただね、あの、その、ピンクレディでもね、えー、松田恵子さんっていう人の声はね、ボーカルは、声質が結構僕は、 あの、好きでね。あの人、ちょっとセクシーボイスなんだな。だから、えー、この、増田恵子さんって、いちゃんって当時はみんなが言ってたけいちゃんの声っていうのは、あの、ちょっといいなっていうのはあったね。ただまあ、僕はキャンディズ派だったから、<laughs> あんまり、お近づきになるっていうこともなく、曲の依頼なんか全部ね、徳良慎一がやってたかしね。<laughs> だから、俺なんかね、ご指がか,かんなかったんだけどね。このハスキーボイスがね、いいなとは思ってたんです。 で、えー、時代が、流れて、えー、ある時聞いたら、この、増田恵子さんがソロ、キャンディーズはピンクレディア解散して、ソロアルバムを出した時に、この、ソファーのくぼみっていうのを吹き込んでいたと、アルバムに。っていうことを聞いて、その、早速、その、音源を聞いてみたら、おー、いいじゃん、こうなんだよ、これだったんだよっていう、テレサ・のどさんには悪いけど、 こうやって歌ってくんねえとろっていうのを、松田恵子さんがやってくれて、で、しかもあの、このハスキーボイスだったし、そのもう声にぴったりの曲で、あの、ま、僕が当時作ったデモテープの、まんまのエレキギターのソロとかも再現してくれて、そういうレコーディングだったんで、いやー、あの曲がとうとう生き返ったとか思ってね、この、松田恵子さんの、 き込んだ、あの、ソファーの子はみんなえらい感動して、今でも好きな、あの、曲なんで、僕の i ポードに入ってるんだけどね、あの、白石アリスのやっぱ世界っていうのがね、こういうのがこの、あの、こんな彼女はね、俺得意だったの気がするんだよ。だから、あっち派じゃなくて、こっち派に <laughs> いた方がよかったな。いろいろあるね、あの、前前回だけ、この人が、もし俺、あの時代だったら、フォーライフからデビューさせてたよっていう人とかね、それからあの、えっと、イルカと中にあの方がね、 あの、風になりたい歌って、なんだ、お前に歌せりゃよかったなとか言ったら、<laughs> 今だから言えるけどっていうことだけどね。ああ今日、えー、これが聞くのは、その、増田恵子が歌っている、ソファーのぼみに聞きましょう。えー、僕は、まあ、あの、ご存知の方いらっしゃる、たくさんいらっしゃると思うんですけど、広島で、えー、学生時代を過ごしてまして、えー、その当時に、えー、広島では、えー、リズマンド・ブルースのアランビ b の、えー、ロックバンドというのをやってました。 え、ザ・ダウンタウンズと言い,いまして、えー、まあ結構、中国、四国地方では名を挟せましたし、それから全国大会とかにも出て、まあ、あ4位だったけども、えー、なりました。で、同時に、あの、その頃、フォークソングというのが、あ流行り始めていて、広島にも、お広島フォーク村というのが、えー、ありまして、その組織にも入っていました、えー。実際には、あの、僕は、そのフォークソングとかいうのが、 あの、な、なんなのか、詳しいこととか、この言われ、なんでフォークっていうのかとか、全然詳しいことは何にもあの勉強もしませんでしたし、あの、勉強しようとも思ってもいませんでしたから、まあ、わからないまんまで、まあ、そう、こういうのがいいんだったら、やろうかなってんで、あの、弾き語りっていうのをギター一本でやって、で、まあ、その弾き語り用に自分で詞を書いた曲を作ったりして、あの、見よう見真似で、 あの、ボブディランのモノマネとかをやったりしてたんですけどもね。で、あの、もちろんボブディランへの強い憧れっていうのはあ,ありましたけども、ただあの、彼が作るところの、いわゆる反戦歌あの、プロテストソングとか、なんか反戦の歌、政治を批判する、そういう歌とか、そういうもの、プロテストソングというものの、そういう傾向には、あの、まだ僕はたどり着けていませんし、あの、よくわかってないんで、そういうようなものをやる気も、 まあも,もちろんその頃はまあ元もないわけですね。だから自分でまあ自分で弾き語り用の曲を、まあ大体ラブソングがメインですが、あの作って、でコンサートを開いたりして、あの、いわゆるロックバンドの方での知名度っていうのがあの広島でありましたから、だからあまあ僕が弾き語りでコンサートを開いたり、フォークとして、フォークソングのジャンルとして、あの、 あのそのコンサートなんか開いたり、ま、引き当たりを見せたりすると、それなりに、あの、受けてたんだわけですね、広島では。で、ただあの、この、一緒にロックバンドをやってたロックバンドのリーダーだった、あの、この人、M 君と言いますが、もう、天国へ行ってしまいましたが、 えー、僕にこの方が、まあ、リズマンド、アメリカのリズマンドブルース、あの、黒人のリズマンドブルースとか、アメリカンポップスの古いのなんかをいろいろとこう教えてくれた人でしたが、えー、この人はあんまりあの、僕がこのフォークのような感じとか、フォーク村、広島フォーク村とかに入っていることっていうのをあんまりよくは思っていなかったというふうに僕は感触として受け止めていました。あの、 あとになって僕も気がついたんですけども、彼はあんまフォークソングとかそういうのが、なんかブームも好きじゃなかったし、フォークソングっていうもの自体があんま興味なかったらしくて、やっぱ彼はロック一本だったんですから、ロックというかリズムブルース、特に黒人のソウルミュージックが大好きな人で愛してましたから、だからこう僕の広島でのあのライブコンサートなんかもなかなか見に来てくれませんでした。あんま,あんまり見る気になかったんでしょうね。でもまあ、 あのー、この M 君の気持ちっていうのも僕はあよくわかるんです。何しろあの、あのフォークソングっていうののブームっていうのがやっぱすごい勢いで、特にあの大学生を中心に、えー、すごい勢いでキャンパス中にあの広がってましたから、だから女の子たちが、あの、どっちかというとちょっと渋いめのリズムブルースとかいうのよりも、わかりやすい、なんか入門しやすいフォークソングに集まるっていうのも、 まあ、ブームとしては分かるような、えー、気もしますで。そういう、まあ女子、女の子たちが特にとっつきやすいっていう感じで、ギター一本で、あの、コード進行もすごい簡単ですからね。そっちの方に集まるっていうのも分からなくもない。で、も僕の方はもう個人的にはね、やっぱ女子っていうか女の子をすごい意識してますから、 まあ、ロックバンドをやりながら、それは女の子たちがキャーキャー言うのはう嬉しくてしょうがないわけですから。だから、やっぱ女の子を意識するんだってら無理で、それで弾き語りのフォークソングもやったりするという。まあ、非常に言ってみりゃ、調子のいい大学生だったっていうことが、僕は。 なんだあのやろ調子いいな、まったが。こっちじゃフォークやって、あの、高校生とか、女子大生にキャキャ言われて、こっちじゃロークやって、ちょっと渋めのなんか、あの、百貨店で働いてる、あの、えっ、ー、と、化粧品売り場の女の子たちにちょっかい出したりし上がってって、俺が自分で言ってんだ。自分で、自分で白状しちゃった。 とにかく、使い分けたりして、フォークとロック、フォークとソウル、リズムアンドブルースを使い分けたりして、まあ、なかなか調子のいい大学生時代を送ってたわけなんですよ、僕がね。はい。もう、白状しちゃうけどさ。それはおまけに言ってみりゃね、あの、ギター教室なんか開いててね、すげえ生徒が数、 すげえ流行ってたの、俺のギター教室、本当に。いろんな人がギター教室開いられてたけど、ね、僕のギター教室めっちゃ、もう、長蛇のレス、いつも、女子高生やれ、女子大生が。それで、ね、ギターを習いに来てんのか、なんか違う、違う目的なのかわからんっていうぐらい、あの、うわうわな <laughs> ギター教室だった。ギター教室、うわうわギター教室っての作りやがったな。うわうわギター教室。先生は、吉田で郎さんですっていうの。 それでまあ、あの、うはうはな気分で、毎日、女子高生やら女子大生にギターを教えたりして、ギターを教えてたのか、なんか違うことを考えてたのか、どっち、後の方だろうな、多分な。それでまあ、月謝とかもね、結構取ってるからね、それなりのね、月々バイト量が僕に溜まるんですよ。そのお金でね、あの、今度は、 このロックバンドの方のね、メンバーたちと、そのさっきのエム君もね、そのことには文句は言わないんだ。<laughs> タクロは儲けてんな、とか言って。<laughs> 俺のギター室で付き男ばっかりでき、全然、<laughs> 全然儲かんねえんだお前んとこ女の子ばっかですげえ儲かってんな、とか言って、エム <laughs> 君がよく僕にね、文句言ってましたけどね。まあ、エム君、いいじゃんこれで飲めるんだからって方は、そうじゃの。その飲めりゃええわい、とか言って。<laughs> 飲めりゃえ,えわい、とか言って、ジントニックをよく飲んでました、彼は。えー あの、で、まあ、バンドメンバーと夜、夜な夜なね、あカウンターバーとか行ってね、あの、飲み屋を貸してたんですけどもね、お金も結構、あの、儲け、儲けてましたよ、甘ちゃんの頃から、僕、僕と言うがさ、全く調子のいい大学生だったんだけど、全然勉強してないからね。<laughs> うん、もう音楽一本だよ、とにかく。だから、あの、ああ、面白かったっていう曲の中で出てくるでしょうち帰ると必ずもう、 スニーカーを脱ぎ捨てて、部屋へ逃げるようにして自分の部屋へ飛び込んでいって、ガーって寝て、また次の日いなくなるっていう生活を送ってたっていう歌詞が出てきますけどもね。そういう、あの、学生生活だったんですね。で、そんな頃に僕がね、広島で弾き語りのコンサート、ギター一本での弾き語りコンサートをやったというのが歴史があります。そのライブ音源というのが、この、 勉強部屋からは出てくるわけですね <laughs> で。で、えー、この曲は、僕は東京へ上京してきてからも、最初の頃は、例えば渋谷のジャンジャンとか、そういうところとかでちっちゃいところで歌うときとかには、歌っていたような気がします。後に、えっ、ー、と、アルフィの坂崎たちとちょっと冗談で歌ったりすることがありましたが、これのオリジナルテイクというのが、えー、こんなとこから始まってたっていうのを今日は、これからお聞かせします。 えー、広島時代に、えー、調子のいい、あのー、ね、えー、フォークソングとリズマンドブルース、ソウルミュージックとうまく使い分けて、そして、うまく、女子高生、女子大生を、取り入ってか、<laughs> うまく、彼、彼女たちを、えと、騙して、<laughs> 騙して、えー、あの、時代を送ってたという時代の音源です。えー、広島時代の、 えー、学生だった吉田拓郎が、えー、女の子たちを意識しながら歌っているのが、ありありとわかります。えー、懐かしい、懐かしい、何十年前の音なんでしょうか。えー、音は悪いけど聞いてみてください。広島でのおライブ音源です。吉田拓郎、雨。えー、相模原のみかんからのメールですが、えー、拓郎さんこんばんは。先日、拓郎さんのラブラブメンバーの、 篠原智恵さんが川の着物で国際広告賞を受賞されましたね。篠原智恵さんおめでとうございます。私は若い頃着物の専門学校に行っていましたが、川、えー、で着物という発想にとてもびっくりしました。さすがタコロウさんのラブラブメンバーです。素晴らしいですね。6月のタコロウさんのアルバムがますます楽しみになりました。待ち遠しいですということですが、 本当に皆さんもご存知だと思いますが、やりましたですね、篠原はね。しかも国際的なこの評価を得てのダブル受賞だったですからね、素晴らしいですね、この会見は。あの、プリプリプリティでグフフって言ってた、あの女の子が今や日本をね、引っ張っているデザイナーの一人になってるっていう。 すごいですね。僕にとっては、篠原は篠原だから、おい篠原って言ってるんですけども、今でも。でも、あの、この間もね、あの、ラブラブの打ち合わせをプロデューサーとやってて、ああ今日から篠原さんって言うしかないですかねとか言ってね、彼、彼もね、プロデューサーと笑ってたんだけど、おい篠原って言いにくいな、なんていう感じ。それぐらい素晴らしいですね。アナログの、僕のアナログ LP のデザインもね、 あの、また、これは偶然とは思えないんだけど、運命的だったのかな全くあの、なんて言ったらいいか。やっぱりあの、ラブラブ愛してるっていう番組は、こういう今、現在を想定してたのかな近畿キ,キキッズが今のような素晴らしい成長を見せているというこの事実ね。そしてしならともやのこの今回の見事なる成功、快挙ね。あの時にこういう今を想像してた人がいたんだろうか。 いやー、とにかく、感慨深いですけどもね。あの番組がいかにこう、素敵な出会いを生んでいたかということに、まあなりますよね。やっぱりあの番組で僕たちの出会いっていうのは、これはもう全て偶然ではあったんですけども、奇跡みたいなことを生んでるっていう、それは間違いないと思いますけどもね、つくづくそういうふうに感じます。えー、もちろんもう僕自身にとっても、 こういったすごいあの才能を持った若者たちとの出会いっていうのは、こういう若い人たちの出会い、才能との出会いっていうのは、それがどれほど僕にとって刺激的で、心に染みて、そして今という瞬間をこうやって体験させてもらっているという、こういう現実は、全く言葉にこう言い合わせない、愛がいっぱいの瞬間なんだっていうふうに、あの、考えますね。いや、篠原とも本当おめでとうございました。 吉田拓郎の「オールナイトニッポンゴールド」皆さんこんばんは2年間お騒がせしました今夜でお別れですね何かちょっと寂しいような気もしますよね <laughs> 皆さんのこれからも明るい日常とお幸せを願っていますそれでは今夜もお先におやすみなさいはい11時を回りました吉田太郎です今夜の「オールナイト日本ゴールドは吉田太郎がお送りしていますこの時間から IBC 岩手放送でもお聞きいただきます えー、今夜はあ、いろんな、あ今日あの、自宅での宅録、自宅録音は、えー、番組収録は最後なので、えー、いろんな、あちょっといろんなものを、えー、寄せ集めて番組に時間をお送りしようと思って、いろんな曲をかけます、かけてます。えー、次はですね、2019年の僕のライブ、 これがあの、僕の最終ツアーとなったわけですが、えー、このツアーでの,あのバンドの完成度っていうのはもうこれは絶対にあの、文句なしですあの。僕に言わせると、僕が長い間あの、こう、描いて、えー、望,ん望んで、願っていたっていう、このセッション、バンドセッションの魂さっていうのを、まさにこの2019年に、 あの、全員で完成させることができたという、あの、そういうバンドセッションになったと、2019年のツアーは思っています。あれ以上の、あの、いわゆる、あの、セッションの楽しさ、セッションの面白さ、スリリングなステージは、ちょっとできない、そうは簡単にできないと思います。えー、ミュージシャンたちと、その、リハーサルの時から、こう、できた一体感というのが、言葉では絶対に、こう、表せないんですが、醸し出すサウンドというのを聞くと、 絶対的に、あれはバンドのセッションの一つの到達点に達していたと僕は自負してるんですけども、あの、バンドとは一体何なのか、バンドセッションとは一体何なのか、ハーモニーとは何か、そういうことが全部、えー、いつもこう普段一緒にいるわけではないスタジオミュージシャンたちのセッションではあるけれども、そうでありながら、あの、それが可能になった瞬間っていうのを2019年のツアーで味わえたと僕は思っているんです。 で、あの、セッション、映像として残しておいてよかったと思うんですけども、えー、あの2019年のライブをやった連中と、また、えっ、ー、と、今度、えー、フジテレビのラブラブ愛してるスペシャル2時間で、また一緒に演奏できることも決まってまして、とても楽しみにしてるんですが、えー、名古屋でのライブは DVD で発売され、えー、まして、その、 ツアーの最終回となったのが、えー、神田協立行動でのステージでした。これはあの、お席も数も少なかった小さいところでしたから、えー、なかなかあ、いろんな方に見ていただく、聞いていただくっていうステージとは無理だったんですけども、そこで特別の、おプログラムとして、えー、キャンディーズの優しい悪魔をやりました、みんなで。えー、これあのー、もうここで神田協立行動でしか、 聞けなかったわけで、えー、ライブではね、えー、DVD にはちょっと残ってましたが、ライブでは聞けなかったです。これをもうたくさんあの当時、あの感想ラジオのメールとかいただきまして、みんながすごい絶品だったと言ってくれたんですが、あの、そういう思い出のグループと、あその、なったあのバンドメーバー、バンドのメンバーとのセッション、えー、これで、えー、一緒にやった、 えー、CD が出てるんですが、その中から、今日一曲聞きたいと思います。これも僕も最近またちょっと、いろんなものね、あのー、時も時なんで、えー、こう、そう片付けというかな、いろんなものを片付け。まあこのラジオの収録も、ここでやんなくなると思うと、いろんなマイクとか、あるいはその音響の,あのもの、機材とかも、全部片付けようかなっていうふうに思っていて、これ、 これじゃ結構邪魔は邪魔だからね。普段ずっとこういうのがあると、だから片付けようかなと思ったりして、これ、どうしようかな。誰かにやろうかなとか思ったりしてるんですが、まあ、いろんなものを片付けタイムに今、あの、僕も入ってるんですけども、えー、その中で、今日はその片付けながら、あ、こういう曲もちょっとみんなで聴こうよというの,のの中で、今日、これからの曲は、えー、私のドンという、 え、石野真子に書いた、石野真子さんに書いた曲。あの、えー、これはあの、僕もあの、いろんなアイドルの人、特に女性アイドルの歌っていうのをいっぱい作りましたけども、ヒットしたとかヒットしなかったっていうことは別にして、えー、言えば、この石野真子に書いた私のドンっていう曲は、めっちゃ自分では、あの、会心の一作だっていうふうに僕は思ってて、あの、作詞の悪友さんと、 あの、この石野真子のデビューにあたって、デビュー曲とそれからデビューのアルバムを、あの、石野共作するという大きな仕事だったんですけども、あの、作品作りも楽しかったし、レコーディングも楽しかったですが、何より曲が、この、特にあの、二作、一作目は狼なんか怖くないだったけど、二作目の方のこの、私のドンっていうの曲の出来は、なんか、いや、これ俺いい曲作ったなっていう自負心、当時、ありました。 なんとなく自覚があって、あの、いい、いいのができたなと思ったあのを覚えてます。これをあの、えっ、ー、と、二千十九年のバンドで、えぇ、ー、T&Privates として、これは T は拓郎だから、拓郎ンドプライベートというバンド名で、コーラスバンド名で、えぇ、ー、吹き込んだ CD を作りました。えー、この中の、これこの間ちょっと聞いてみて、あ なんかいいじゃんって、なんかそ,その時はそうでもなかったんだけど、今もう一回聞いてみると、いいじゃんこれって思ったんで今日はみんなと一緒に聞きたいと思います。おし、おしきせのようですけども、一緒に聞きましょう。えー、私のドン、これは、えー、もちろん僕も、あのー、ここは俺が歌うよっていうふうにみんなに言って、コーラスの連中とかに言って、ここ俺に歌わせろとかいろいろ言ったりして、えー、そこ拓郎さんつかとかいろんなことがあったんだけど、 ここは俺だとか言って、何回かこうソロボーカルで登場してきますけども、あの、僕が歌ってないところもいろいろあってして、えー、聞きましょう。えー、田拓郎ととプライベート。私のドン。えー、僕が今の ABX レコードに、えー、移籍する前に、フ、え、ォーライフを辞めて、インペリアルレコード、定地区インペリアルというところに移籍したんですが、そこで、えー、僕のおレコーディングのスタッフに、 えー、とてもユニークな男性が一人、えー、いらっしゃいました。もう、この人は、あのー、なんて言うんでしょう、キザ、キザ、キザっていうのを絵に描いたような人で、あの、この人若い頃は痩せっぽちでかっこいい男性だった、えー、そうです、えーえー、彼の話を聞くと、えー。でも僕と会った頃はもう太ってしまっていて、あの、その若い頃のキザな、あの、プレイボーイっていう雰囲気なもう欠片も残ってなくて、あの、 単なる太ったおっさんだと思ってたんですが、彼がもうことあるごとに僕に話してくれる自分が20代の頃の自慢話っていうのが、もう僕にはよくわかんない。この人が話してるの。若い頃の写真とかいろいろ見せてくれるんですけど、確かにね、あの、この、今とは違って、あの当時とは違って、別人のようにこう、痩せていて、痩せっぽちで、で、それくらいまあ、 あの、逆に言うと、僕があってこれは太っちゃってたっていうわけなんですけども、とにかく若い頃は、まあ、プレイボーイで鳴らしたんだと、自分で言うわけです。ね。で、その、自分はモテたんだんで、モテた時代のことを、こう、いろいろとこう、切々と語ってくれる。という、変わった男でした。で、えー、ただし、あの、 え、さっきも言ったように、彼が初めて、僕が彼に初めて会った頃っていうのはもう太っちゃってましたので、かなり、そのプレイボーイの面影ってのはゼロに近い、ゼロっていうかない。<laughs> なんか言うことだけは、あの、変わってない。その、自分が持ってた時代と変わらず、今もいるつもりでいるんでしょうね。でも笑って、そういうの聞いたともう笑ってしまうぐらい、キザな人でしたけども。まあ、 あの、愉快っちゃ愉快な、<laughs> いい、いい奴でしたよ。でもね、とにかく、若い頃の自慢話がすごい、すごいんです。まだそんな、そのあった頃も、まだ30代そこそこだと思うんだけど、とにかくその自分の10代からこう20代の頃の、あの、なんて言うんだろうな、モテたんですよ。僕はこうやってって、この写真見して、そういうことばっかり言って。 その、変なやつ、変な人、面白い人をモデルにした、曲が、僕の中にあることをご存知でしょうか。えー、これは、えっ、ー、と、おっさんという曲です、えー。これはあの、僕じゃありませんよ、モデルはね。あの、これは、この方がモデルになってるんです、えー。実に曲はかっこいい曲です。かっこいいんですが、もちょっともったいないかなと思うぐらいの詩を書いてあげたんですが、実は、えー、この人は、 えー、ご実家が、実家がお寺でして、えー、つまりもともとこの方は、あの、お坊さんのお宅に、えー、お生まれになった方です。優勝ある、優勝あるかどうかが優勝ある方なんで、そんな人が僕のそばでディレクションやってたっていうのが、ちょっと不思議なんですが、だから多分、どうやら風の便りによると、今はお坊さんをやってらっしゃるんじゃないかという、<laughs> 信じられないです。あの人が今、 あの、あの、お坊さんのあの服着て、こうやっても、木、木行だっけ、ね、かポッポッとたたきながら、うん、うん、うってやってんのか。間違いなく、エッチで、スケベーなお坊さんじゃないかなと。申し訳ないけど、僕は、思って笑ってしまいますけどもね。あの、僕ももういろんな音楽人生、長い音楽人生を送りましたが、あの、いろんな、だからレコーディングディレクターっていう人も付き合いましたが、 こんな、こんな変なディレクターはこの人だけです。もっと皆さん普通の人なんですよ。レコーディングディレクターっていう方はね。こんな変わった人は僕は一生ないですね。とにかく、だから歌になるぐらいですからね。まああの、インペリアルっていうところで作ったあの、こんにちはっていう僕の大好きなアルバムが今でも、 今でも大好きで、この中の何曲かよくステージでも歌ってましたし、あの、今でも僕の、それこそ i p ッ d には、イ p ッドには入ってる曲がいっぱいあるんですが、この、こんにちはってアルバムとか大好きだって、こんなの一緒に作った <laughs> ディレクターだったんですけどもね、えー、この懐かしい、あの、若い時はすっげえモテたんだ。で、<laughs> って言ってるう、あの、そのすごい太った <laughs> で、この人のことを歌った素敵な曲です。 えー、おっさん。えー、もともと、お,お酒、でえー、このお酒を飲む飲酒という行為ですね。えー、何を急に言い出すんだっていうね、えー、今日もさあの、自宅録音最終回だからね、いろんなところに話が飛んでいくんだけど、今度はお酒の話。えー、お酒という行為。これはあの、神の行為、真事。 えー、神の行為だったんだという説があるんだそうですよ。え、えつまりは、えー、共同体という集団をこうまとめるためにお酒を使って飲酒というのを行われたと。つまりお酒を使って集団の共同体をこう意見を、気持ちをまとめるというお酒をそれで利用するという人心の一致。ね、人の心を一致させる人心の一致。 ええー、まあ、例えば、集団での気持ちを一致させる。この、集団がここに一個あるとすると、その気持ちを一つにさせるために、えー、みんなにお酒を勧めて、えー、飲まして、で、気持ちを一つにさせたという、えー、神の行為だったということで。これはもう、当時、昔、太古の昔ですが、え、神の行為としては、お酒が必需品だったという、説があるそうです。これはなんか納得できるような気がして。で、 えー、お酒を飲むときっていうのは必ず集団で飲もうじゃないかと。ね。お酒一人で飲むんじゃないお酒は集団で飲むもんだと。そして集団でお酒を飲むことによって、神様も人もみんなあの共に一つのこう、亀に入ってる酒を一緒に飲むという行為。一つの亀、同じ亀に入ってるお酒をみんなで飲み交わすという行為。 一緒で飲むんだっていう、一緒に飲んで、一緒に酔うんだ。そこで人心が、人の心が、みんな、神様も、から人たち、人々も、一つになるという。そういう意味を、あがあったと、いうことだそうです。つま、り今で言うと、その、回し飲みですよ、回し飲み。回し飲みっていう、結局あれは、回し飲みしてるうちにみんなの気持ちが一つになるような方向になるために飲むという。 え、ことが元々にあるらしい。だからお酒を飲むっていうのは集団で飲む。一人で飲むんじゃなくて集団で飲む。昔、太古の昔はね。で、集団で飲むことによって気持ちが一つになれるという、そういう役割をお酒に求めたという時代があったらしいし。ところが、やっぱり時が流れてですね、お酒っていうものが徐々に、その神様というポジションから離れていって、えむしろ、今度はこう、 人々、いわゆる我々平、平凡な民たちの日常的なこの好きな時に好きな場所で好きな場面で自由に飲もうじゃないかというお酒を日常でね好きな時に好きな場面で自由に飲もうじゃないかという方向へお酒がどん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 進んでいくようになってで飲酒っていうものがこう時間的にもあるいはまた空間的にも あの、自由なものへと進化していくと。どこで飲もうが、どんな場所で飲もうが、何時に飲もうがいいじゃないかという感じ。結果的には、その飲酒、お酒を飲むという行為は、集団で飲むっていうものだったものが、どん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 進化していって、お酒は一人で飲むものだっていう、こう、方向へ変化していったと。だから、集団のみから一人のみに変化していった。これがお酒の進化だったということらしいんですけどもね。 面白い話ですね。でもこれは確かに頷ける。結果的にお酒が一人一人の日常生活に浸透して、あの、お酒はなくてはならないものになっていって、一人一人の日常の中で、そういう社会が誕生していくという、これが現代社会に繋がっていくということなんですね。で、こういう話を聞いてると、僕はお酒飲みではあったけども、一人のみ っていうのが、こんな逆に僕は嫌いでね、本当に、一人でね、バーのカウンターでね、あの、レインコートの、<laughs> 襟をこう立てて、一人で飲んでるってなんか映画でありそうな、日活の昔の映画でありそうな、<laughs> なんかそういう、あの、バーの片隅で一人で、あの、カウンターで一人で飲んでる物思いにふけりなかって、それから、それスコッチかなんかを飲んで、あんなの全然、 すっげえ嫌いなの、大嫌いなの、あれ,あれダメなんだ。できない。一人飲みっていうのが僕はダメだったなあなんか一人で飲んでると違う世界行っちゃうんだ。勝手になんか暗くなったりね。あの、お酒飲んでない時でさえも、なんかこう、ちょっと孤独な気分に襲われるっていうのが多い僕なんか青春だったと思うんで、 せめてアルコール飲むときはワイ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 、こうみんなでバカ話とかしながら、やっぱできたら女の子も交えて、あの時間が経つのを忘れて、で、なんかみんなでワイワイワイ飲んで、ほんで、一軒でこう腰を据えてずっと飲むんじゃなくて、 なんか何軒か一緒にみんなでハシゴしようよっていう。ほいで、まあうまくいっちゃ最後はディスコ行って踊ろうよって。ほいで、ディスコ出てきたらもう朝日が昇るち。ちょっと午前3時か4時頃で夜明けの街をちょっと歩こうよって。これが、これが好きだったんだよ。ね。雨の中で歌った、出てくるでしょ。好きなんだったなぁ。やったらみんなでわーって飲んで、みんなで遊んで、 みんなでお店を出てきてから、あ、もう朝だよ、お帰んなきゃいけねえなあ、なんて言いながら、ちょっとこう歩いたりして、また今夜も会おうな、なんて言いながら、軽いな、<laughs> そういうお酒だったんだよね。で、日本全国をこう、コンサートツアーで、まあ、回るわけですね、僕なんかはね。で、あの、本当にあの、なんちゅうんでしょうね、こういう生活というのを選んでなかったら、 ここまで日本中のあらゆる街で愉快な、こう、楽しいね、さっき言った夜の街を体験するってことはできなかったわけですから、これ、コンサートツアーとの始めた意味がね、ここにもあったわけですよ。もちろん音楽のこともあるけども、こうやって全国で夜の街でを体験することができるっていう喜び。ここ、これ、コンサートツアーの元々の狙いはここにあったんじゃないかって、各地のイベンターに言われそうな、 タクロはそうだったんじゃないのって言われそうなぐらい、いや、いろんな思い出ができてさ、楽しかったな、全国ツアー。やっぱりこう、全国ツアーっての観光を始めて、やり始めた結果、その、実は旅、旅そのものの楽しさみたいな、ツアーの楽しさ。 旅の楽しさ、移動する楽しさ。で、各地、いろんなその地方へ行って、その夜とかを体験する楽しさ。これがやっぱりコンサートツアーには醍醐味としてあったと思うんだよね。で、初めての街とかに招かれてね。で、そこで歌って、で、夜は現地の若い連中とこう楽しい時間を過ごすつ。そりゃそりゃもう僕にとってはもう毎回のツアーが楽しみでしょうがなくなるわけで、早く行きたいなっていう感じの、 全国ツアーを送ってた時代がありましたよね。で、こういうふうにあの僕のようにね、このコンサートが終わって、現地のあの若い連中たちと、ええー、それも、時にはね、あの、ファンだと称する連中とも、現地で和気あいあいになって、あの、合流して飲んだり歌ったりする、えー、っていうことをずっとやってましたから、最初のうちは。で、それまでこういうことっていう行為っていうのは、それまでの、 日本のザ芸能界っていうところでは、これは考えられなかったことだったと思いますよ。そういう古い敷彩なんか打ち破ってね、もっとあの、俺たちの音楽はもっとフレンドリーでいいじゃねえかっていうんで、各地をツアーして回ると。というなんか、ま、それは僕なりの吉田拓郎としての一つの意思表示だったんですけどもね。まあ、ああのー、ある事件を、ね、体験する、えー、その事件に遭遇することになってしまってね、 で、その日を最後にして、えー、僕の方もやっぱりガードを固めるようになってね、えー、外出とかも夜は、えー、地方行っても限られた場所で、えー、っていう方向に戻ってしまったっていうのは残念だったな。うん、このあたり、まあ、詳しいことはね、アナログ LP についてるあの付録のエッセイで書き記しておきましたけどもね。でもね、本当にあの僕はツアーが楽しくて、夜の街へ出かけるのは楽しみでね、 だごく普通に、あの、各地の、現地の若い連中たちと飲んだりするのが、本当に最初好きだったんですよ。で、それが楽しかった。ああそういう時代がありました。まあ、あの、事件に,によってね、そういうのは全部できなくなっちゃって、まあ、それは僕にとってみれば寂しいし、つまんない、つまんないことになっちゃったな、ということでもありましたけどもね。まあ、例えば、初めての北海道で、初めて食った札幌ラーメンの、あの、感激とかね、うん えー、青森とか秋田とか行って、雪の中で夜居酒屋での打ち上げの楽しさとかね。か、美味しい店がいっぱいあ,るあったな。こう、東北の焼き魚がめっちゃうまいんだな。冬とか、ホッケとか、キンキーを焼いたロバタ焼きでね。うまいんだよ。これでいっぱいやってるとね。うまい。現地の人たちとこうね、いあいと話したりしてね。あの方言もこう楽しくてね。だから初めての、 あの、長崎行った時なんか初めて食べたちゃんぽんとか皿うどんとかが、まじで、うめえな、こんなもんだな、とか、言うのも楽しかったな。だから、沖縄行くとね、あの、かぐえ姫の南高うがね、沖縄に恋しちまってね、 呃、たくちゃん僕帰りたくないよって、沖縄にいたいよって言ってたことがあったな。あの、沖縄の人たちの独特のこの開放感っていうのがね、南の国の解放感っていうのがやっぱ確かに僕なんかにも魅力的にすごい映りましたね。だ有名な沖縄の波の上っていうね、あの、歓楽街があったんですけども、そこもなんか夜朝まで飲んだけど楽しかったな。 あの、俺もれもれも、あの頃沖縄帰るときに来月も来てえななんてよく言ってたけどね。あの、から、えっと、山陰地方って言ってね、あの、山の影って書くから、印象的にはなんとなく一つのイメージが出来上がってるんだけど、ところがね、実はこの、あの、美味しいもんとかね、から、あの、いろいろ美味しいお酒もあるしね、それでね、 人があったかいんですよ。あっち、あそこの人たちってね。僕は思い出あるのは、鳥取県にね、非常にあの、心に残ってるシーンっていうのが結構あってね。美味しいものもあるし、それから美味しいお酒もあったし、人が優しいっていうのも、あの、あるってね。結構僕は好きなとこなんですけどもね。まあ、あのー、全国ツアーっていうのはね、そういう楽しみがいっぱいあって、 え、それが大きな魅力になっていたと思いますけどもね。え、次で書ける曲は、今度の新アルバムから、え、これはやっぱり北国、え、岩手の夜、懐かしい岩手の夜の思い出を曲にしました。え、小田和正のスペシャルなハーモニーも聴きどころです。雪、さよなら。え、ああ、面白かったというアルバムも、今月末に発売。 え、しますが、えー、このタイトル、ああ、面白かったというこのタイトル、まだ、ああ、曲も、一回か二回のオンエアですけども、いろんな方面の方から、えー、反響みたいなお話をいただいたり、えー、我が家にもお付き合いのある方々から、えー、ついつい胸が熱くなったというメールなんかをいただいておりまして、えー、まあ僕も我ながら、今回このタイトルはこれで良かったんだな、という、とてもなんかありがたく嬉しく、 感じているんですけども、えーま、CD 付属のドキュメント DVD のラストシーンで、えー、僕が妻恋の,あの思い出の多目的広場で、えー、一人で最後に語りますが、えー、僕の50年以上の音楽生活を支えてくれたファンの皆さんへの感謝の意味も込めて、えー、ああ、面白かったというフレーズが、えー、僕自身からのメッセージでもあるというふうに感じながら喋、えー、っています、えー。僕が若かった頃に、 若さゆえに、まあ、仕方なかった失敗とかあ、いろいろありました。えー、気がつくとあ、音楽と、そしてその音楽とともに僕をやっぱり後押ししてくれた、えー、皆さんの存在とか、えー、それに対してのありがとうという言いたい気持ちを込めての、ああ、面白かったに繋がっていると思っています。限定版の方の,の LP に付録のエッセイ集、 えー、ちょっとだけトゥルーストーリーの中にもちょっと触れてますが、えー、僕が若かった頃に残念ながら愛がいっぱいの生活とはちょっと距離感のある、まあ、あ言ってみりゃ愛されていないのかなという季節を過ごすことが多かったという話をしておりますが、もちろんこの話は、あのー、僕の音楽を支持してくれていた音楽ファンたちとのことということではありません。そういう話をしてるんではありません。 あの、僕がどういう環境に置かれていようとも、僕の音楽を支持してくれていた方々との間には、やっぱりずっと目に見えない、えー、細いけれども、確かなあ愛という道が見えていたと、僕は確信しています。ですから、えー、この愛に愛されていないのではないかという話は、皆さんとのことを言っていることではありません。えー、ここで言う、僕が愛されていなかったのではという、 呃のは、あくまで僕が体験した、えー、僕だけが体験することになってしまった、社会からの異常なまでの罵倒お。これは仕方のない事実ではありますが、社会というものから、えー、罵倒され続けるシーズンがありました。そして、そのこととお同じように、また最も僕にとって大切な、プライベートな関係での愛が見えなくなっている事実、えー、という、 話に限定してのことであります。え、それらのことに限定しての僕が愛されていないという話なのです。え、そんな中をくぐり抜けて、五十数年音楽と共に生きた僕の反省というのは、やっぱり、え、反省とか、後悔とか、悔しさとか、ま、怒り、憤き通りとか、ももちろん喜び、笑い、笑顔、すべてをこう、総括すると、やっぱり、ああ、面白かったと、 言えるんじゃないか。そして、ああ、面白かったと言え、言う自分がいいんじゃないか。そして、ああ、面白かったって言いながら、旅に出ることにしようじゃないか。という,う、今の僕の、あの、ささやかな願望でもあると感じているわけです。聞いてください。ああ、面白かった。えー、私が唯一知っているのは、私は何も知らないのだ。という事実なんだ。 これわかる私が唯一知っているのは私は何も知らないのだという事実だギリシャの哲学者ソクラテスの有名な言葉だそうですけどねつまり自分は何にも分かっていないということだけは確かなことなんだという単純な話なんですこれ,これ言い方あるな私が唯一知っているのは私は何も知らないのだという事実なんだ 自分は何も分かってないということだけは確かなことなんだということはおっしゃる通りでありましたですね。自分では何でも分かっているつもりの人。例えばこの吉田拓郎って人もそうですが、このように多いですね。多いと思いますよ。僕なんかもう分かってないやつに比べれば、あのー、なんちゅうんだろうな。俺はそこのところは分かってるんだぞってこういう感じとか、そういう雰囲気っていうのを出すことがあったよな。 まあ今,今ないないかなよくあったような気がしますねなんか自己中心的にね自分は分かってるんだというあ一種のおごり高ぶりが心の中に存在してたそういう時代もあったような気がしますもんね僕なんかも、あのー、胸が痛くなるとえそこらテスさも怒られてしまいますけどもね「えー、私は実は何も分かっていないのだ」ということが唯一はっきりしてるって。<laughs> 痛いなぁ。うん。そのことだけは,はっきりしてる。自分が何もわかってないっていうことだけははっきりしてるんだ。それが事実だ。と分かってないんだよっていう現実をあんたたちも知りなさいよっていうことなんじゃないかな。考えさせられるお言葉でありますけどもね。さて、いよいよ、2年間にわたって自宅での番組作り、お送りしてきたこの放送ですが、来月からは日本放送のスタジオに戻っての 番組収録となります12月放送で僕のこの放送もエンディングを迎えることになっていますがそれまではまあ変わらず自由気ままにというのを基本にして番組を作っていきたいと思っていますそして LF の日本放送のスタジオでの収録となりますんでこれは期待も大だと思いますがもしかしたらスペシャルなゲストの登場というのが今後は大いに期待できるんじゃないかということも あのお話し,しておいていいと思いますえスペシャルのゲストスペシャルじゃないと迎えません <laughs> え次回の「吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールドは」は放送は7月8日金曜日ですえっ、ー、と皆さんからのメールをおー待ってます宛先は t y ク r n i g h t n i p p o n c o m でお願いします今日お別れの曲は、えー、感想の凄まじいエリギーターソロこれをエリー・バンヘイレンが弾いてたというんで話題になりました マイケル・ジャクソン大好きですから、今夜はビートイット